レッドブルライブオンザロードをご覧の皆さん、こんにちは。アシスティングハンドです。いや、去年僕らレッドブルライブオンザロード出させてもらって、最初はね、ちょっとほんのした出来心で登録したんですけど、あれよあれよという間に皆さんの応援のおかげでファイナリストになって、その回あってかなかったのか定かじゃないですが、この度メジャーデビューが決まりました。アザース、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 アザース。まあまあまあ、ちょうどそのメジャーデビューシングルが、9月25日にタナトホビアっていうのが発売するんで、皆さんよかったらレッドブル片手にチェックしてみてください。アシャース、おしゃす。まあ、でレッドブルの思い出としては、僕らはすごいちょっと特殊な経過をたどったんですけど、まず1回戦目で負けて、その後敗者復活で行って、決勝でまた負けるっていう挫折の挫折の連続、挫折に挫折を重ねたね。そこ優勝しなくてでも、逆にそのバンドとしてもいろんなことを考えさせられるきっかけになったんで、よかったなとは僕は思ってます。で、まあそのこそ負けたからこその今の僕らがあると思うんで、これから、まあ今はもう決勝までほぼ決まっちゃってますけど、今後バンドをやろうと思ってる皆さんもぜひレッドブルを飲みながら登録しながら頑張ってみてください。Yes. アシュリスキャザスカイでした。じゃあのー、じゃあのー。